中央にある、無名選手の墓アルタ・レデッラ・パトリアは、イタリア王、ビットーリオ・エマヌエーレ2世の記念堂。ビットーリオ・エマヌエーレ2世記念堂、あるいは短く、ビットーリオと呼ばれる場合もある。他に、無名選手の墓としての役割も兼ねており、祭壇が設置されている。建物は、首都ローマの中心地に位置しており、ベネツィア広場とカピトリーノの丘の間に建設され、 1911年に完成した。設計は建築家、ジュゼッペ・サッコーニが担当したが、彼の案は建設当時から現在に至るまで賛否を分けている。1885年、サボヤーサによるイタリア王国を成立させたビットリオエマ・ヌベーレ2世を王国の国父とみなし、その偉業を称えるべくその息子である、ウンベルト1世の知性に建設が開始された。 新古典主義の建築家、ジュゼッペサッコーニが設計を行い、彫刻などの装飾は、象徴主義の彫刻家、レオナルド・ビストルフィ、アンジェロ・ザネッリらが担当した。建設開始から16年後の1911年に落成式が行われ、1925年に完成した。ロンバルディア州ブレシア県のボッティチーノから切り出された大理石が使われ、 パンテオンと同じコリント式の円柱、噴水、大きな階段が特徴的な構造になっている。建物上部には、クアドリガに乗る、勝利の女神、ビクトリアの長像が2体配置され、建物正面には、国王ビットオリオイマヌエーレ2世の騎馬像が設置されている。全体で、幅135メートル、高さ70メートルとなり、総面積は17000平方メートルとなる。 2007年、屋上に向かうエレベーターが設置され、屋上からは、ローマの市街地を一望できる。身元不明の自国兵士を行動で埋葬するため、各国で無名戦士の墓が建設されているが、アルターレ・デ・ラ・パトリアは、イタリア王国及び、イタリア共和国における、無名戦士の墓としても機能している。航空理論家として、戦略爆撃戦術を構想した。 ジュリオ・ドゥエ将軍によって第一次世界大戦後に提案され、兵士を弔う祭壇と闘病が設置された。土台部分には、イタリア統一戦争についての歴史博物館が併設されているほか、陸軍は編成から外した連隊の連隊機や、海軍から除籍された艦艇の海軍機などを保管する、旗の聖堂が存在する。保管されている、 海軍機で最も古いものでは両シチリア海軍がボルボーネ旧フリゲートとして建造し、後にイタリア王国海軍に編入されたフリゲート艦、ジュセッペ・ガリバルディの旗が展示されている。カピトリーノの丘に目立ってそびえ立つ新古典主義の建築物は古代ローマや中世時代の建物が入り乱れる土地において浮いた存在であり、しばしば景観についての議論の対象となった。 特に地元の人間からは景観を乱す存在として、独特の柱や階段の位置から、ウェンディングケーキ、タイプライター、イレバといった別称で呼ばれていた。一方で、地元以外の人間や観光客からは、イタリア統一戦争という大きな事跡に関連した歴史的建造物として認識され、概ね好評である。 特に海外から訪れた観光客にとっては、首都ローマを訪れた際に訪れる名所として一般化している。カルロ・アツェリオ・チャンピ大統領時代には、ローマ市の中央地として機能する様に、戦術の展望台などの整備が進められ、一層に観光地として栄えることになった。ありがとうございます。